どうもショータイムゴルフです。今回も暴走カントリー暴走ゴルフ場東コースでラウンドします。で今回のゲストはショータさんの後輩の大野泰介です。夢の国から来ました。はい、かっちゃんでーす。今日今回ね、かっちゃんがね、はい、徹夜で対戦方法を考えてきたみたいなんで、そうなんですよ。かっちゃんから説明してください。いややっぱショータがズバ抜けて上手すぎるじゃないですか。なんでちょっと1週間くらい考えてきたんですよ、いろいろ。今日はやっぱタイスケと俺、タイ、ショータで俺らのベストホールのスコアを1個ずつ取ってきて、ストロークプレーで勝負していく、2対1。でもタイスケ昨日8アンダー出したんですよ。あ、僕昨日6時、関係ない、めっちゃ不利だよね。やっぱ上手いからやっぱそれぐらいしないといい勝負できないですよね。タイスケね、期待してください。今日もきっと60台出しますよ。頑張ります。ここはなんかショータのなんか QT の試合会場らしいんで、連覇も含めてちょっと俺ら強豪に対して、そうですね、ちょっとプレッシャー与えて頑張りたいと。負けたら腕立て50回休憩。右サイド。ポンとか使ったり。じゃあす。2対1。2対1。フルボッコにしてやります。おーっと、ちょっと右。おお、ナイスです。番。はい。二打目7番。あ、やばい。あ、最悪。153、7番。ちょっと右。164ヤード。6番ですか。お、ピン筋。あ、いいです。キーワイアンです。小難しい。お、いい感じ。56できます。3打目。ナイス。ナイス。60。60です。オッケー。はい。暑いね。暑いですね。おお、勝也さん、パーパット。うわ、すごい切れた。危ない危ない危ない。すごい切れた。いいよ。ボギーです。え？はい。クラブ変えた？あ、変えました。やっぱり。全部キャノンです。おー、ふざけんな。11番、5ウッド。オーマイガー。全プレー。翔さん、ツアーやん。おお、かっこいい。ハイドロー。ナイス。勝也さん、ツアーやん。おお、ナイスです。148番で。あ、まだか。
取れてなかったです。ダフりました。グリーン手前です。やべ、俺もダメだよ。お、帰ってきたよ。OK です、 OK です。145、9番上げてるね。そうですね、ちょっと来てますね。でかいっすか。ちょっと垂れたかも。58度で。やばい。何度ですか。56で。はいっす。やばいっす。ショータバーディーパット。ちょっと待って、めっちゃ重いやん。パーパット。来い。おわボギー。お疲れ様です。ショートさん、パーパット1メートルちょっと。ナイスパーです。そのままカツヤさん、パーパット1メートル半ぐらいお願いします。イエーイ、ナイスパーです。イライラ。ショートさん、ドライバーワンナップで行くよ。そうですね。え、タイス、オールタイで。あ、そっか。うん、そうだ。こっち二人なんで。あ、まあまあまあ、まあ、オッケーですね。脇抜けた。抜けた。あ、あの奥の番結構行ってますね、あれ。おお、ナイスショット。本田さん、ナイス。そうですね。ぼちぼちですね。見てろ。今カットで。やったじゃん。オッケー。オッケー、ナイスショット。70ぐらい、270ぐらいじゃん。5番、はい、はい、ドローで。前に木があるのでドローでいきます。おお、超うめえ。ナイス。大丈夫大丈夫。おお、超うまい。ショウさん、あそこの崖にいますね。いいよ。次元が違います。3打目狙い。これ何ヤードくらい打てばいいんだ。はい、じゃあ多分に150ぐらいじゃないですかね。マジで。はい、2番持ってますけど。2番でじゃあ150ヤード刻みます。2番やん。150ヤード150ヤード刻むらしい。オッケーです、オッケーです、オッケーです。さん飛びすぎてるんで、翔さんのボールにランニング中です。212、6番アイアンです。あ、結構掘ってますね。ちょっと打ち上げてますけどね。つま先下がり。あ、ちょっとめちゃくちゃだった。引っ掛けた。まあアプローチで全然いけますね。95で56、ピンは手前。
あー、ちょっと引っ掛けた。ちょっと大きいですね。81ヤード58度打ち上げ、ライン出てるよ。はい、はい、60度3打目。大輔と俺のバーディーパットです。かっちゃん、かっちゃんどこだ。あ、いた。宮古空気と言われたら確かにそうです。でもだからなんだ。なんか言った。お、いい感じ。おー、ナイス。いい、ナイスパー。タイちゃん行こうぜ。はい、バーディーパット。ナイス、さすが。ショウさん、パッカー地点そこです。なんうん、まあ、ちゃんと直してますよと。ショウさん、これを決めてバーディーで僕とタイです。いや、わかんないですね。助言はしません。リトルショウタに聞けよ、リトルショウタに。リトルショウタ。おご視聴ありがとうございます。動画が良かったらいいね押してください。あとチャンネル登録お願いします。バイバイ。